る。今日は、ママとのね、はい、実家の家族とみんなで、はい、まあ明けましておめでとうということで、はい、こちらの第一ホテルにビュッフェ食べに来ました。ということで行ってきます。ナイトン、エトワール。パンも美味しそう。そう、食べたい食べたい。じゃあ1個持ってこう。これはポテトとかは、いるいる。ポテトが一番癒されるポテトだから。はい、どうぞ。ちょっとお皿しっかり持っててよ。はい、さあ、どうぞ。ローストビーフおすすめでございます。いかがでしょうか。いけちゃう、いけちゃう。食べる？食べたい。食べたい。ちょっと待って。ローストビーフ食べたい。ローストビーフ持ってくよ。一回置いただけ。はい、行こう。サラダブース。お、お蕎麦もあるね。あ、ライク、何これ？お寿司の可愛い丼。こういうのはどう？お皿に乗っけて、そのまんま。よいしょ。落とさないでよ。お皿に乗っけて。よし。相当もったいね。はい、はい、乾杯。はい、なんか一口飲んで、一口乾杯の一口。あー、美味しい。うん、ではいただきます。ほんの 1% の早速取ってきました。カモとかサーモンね、魚もあるし。これはね、お寿司の小鉢。これはローストビーフ。いっぱい食べよう。ほら、ローストビーフおかわり。おかわりですか。ね、パパも食べたかった。パパと横取りしようとしたの。ジジが持ちたいからね。ママともおかわり。すごい美味しそう。なんかガーリックライスを牛で包んであるやつ、うん、すごいなんか美味しそう。スープも美味しそう。ローストビーフおかわり。パパとん、美味しい。どんどん食べてますね。うわぁ、いけいけ。一口ラブ。じいじは小鉢2個。2個もできた。カラスミとベーコンのパスタ。パパパンパンパパパンパパパンパン。パン2個ゲッツ。おかわりおかわり。黒毛和牛丼おかわり。そしてローストビーフもおかわり。ライトもローストビーフばっかり。おいしい。ナイク、ナイク、何もらったの、ちょっと。お年玉もらったぞ。あれまぁ、あ、うん、めっちゃ美味しい。チームやってよ。いいよ、かもしれない。結構取られたら大変だよ。ニヤニヤしすぎだろ。パパパン食べるね。3つ、さらにさらに3つ、さらに3つ食べますね。いただきます。うん、シンプル。ローストビーフおかわり。また2枚。あとはコーンクリームスープでーす。今度一緒にユーチューブやろうよ。やろう。全員してんの。新年の食べ放題は。新年の食べ放題。やばいやばい。麻婆豆腐。麻婆豆腐がね、僕好きなんですよ。中国の香辛料でフォアジャンっていうね、四川風のこの麻婆豆腐に必ず使われているやつで、それがね、あの舌がしびれるんですよ。しびれるような辛さなんですね。それが大好き。パパデザートタイム入ってます。いいね。うまい。
ハーゲンダッツ。あ、アイスか。バニラとチョコと、バニラ、ね、ハーゲンダッツ乗って。とね。ハーゲンダッツとショコラタルト。なんでフーフーしてんのアイス。はい、というわけで家族の新年会でした。いっぱい食べたね。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。バイバイ。 Something for me.